お前ら電車見てみろって。電車見てみな。電車の JK をさ、舐め回すように見てみなよ。あ、そうだ。ん？あ、そう、出張もあんだけど、なんか、明日会食あるんだよ、会食。そう、会食の服見せたかったんだ。会食の服見てもらっていいっすか？会食の服。あのね、いや、私、服、いつも、パーカーが多くて、ろくな服も持ってないんすけど、しっかりした服装で行かないといけない、飯屋みたいな。行かないといけなくて、それはさ、なんか、一昨日ぐらいに行ってきたの、急に。なんか、カジュアルエレガンスで、の、ドレスコーデでよろしくお願いしますって書いてあって、カジュアルエレガンスみたいな。で、アマゾンでポチったの。アマゾンでポチったからさ、見てほしいの。これ、カジュアルエレガンスかな？わぁ。なんか、アマゾンで、4000円ぐらいのやつ。どうわかんないけど、なんか、カジュアルエレガンスって調べたらね、全部さ、レースで、クソ寒くない？大丈夫そう？君、これで食事しないといけない。寒い。絶対寒いよね。いや、でもなんか、そう、ブラックフライデー、そう、安かった。4000円で買いました。やばいよね、これ。え？あ、透ける？いや、カジュアルエレガンスってこういう服らしくて、透ける。透けるから、なんか肌色の中身を着るのよ。わかる？肌色の中身を着て、見えないように頑張る。女性って大変っすね。なんか、初めてこんな服必要になったから買ったんだけど、中に肌色の服を着てね、隠すらしいよ。素肌を。肌色の服はあるんで、それ着て、なんとか。ちょっと明日これ着る。やばい、やだなぁ。なんか、私、パーカーとジャージが好きだからさ、パーカーとジャージで、って場所でよかったんだけど。パーカーじゃダメなの？ああ、まだ、コートなのか、わかんない。まあ、街灯は、持ってきます。あったかいやつ。ジャージがいいよね。ジャージとパーカーがいい。でも違うんですよ。私もジャージとパーカーで今、街行こうと思ってたんだけど、メールが来た。メールが。なんか、ここの店は、カジュアルコーデが指定、カジュアルエレガンスが指定なので、これをできない場合、入店をお断りさせていただきます。どんな店だよみたいな。関係ある？服装、食い物と。わかんないけど。私、入れないんだって。こういう服着てかないと。意味わかんない。なんなん？無理。無理。まあ、せっかくでも向こうがね、向こうが用意してくれたから、行きますけど。行きます、私は。雇われなんで。行きますけど。私、緊張するわ。どうしよう。ねえ。え？靴？いや、靴ないわ。靴ない。え？靴そうだよね。運動靴しかない。白い。白い。え？いや、あれだ。就活の時に履いたパンプスがある。黒い。就活生用の。その辺履いても、まあ、なんとかするよ。やばい。全然考えてなかった。いや、靴なんて履かないよね。運動靴でいいよ。いつもそう、白いスニーカーだから。いや、まあ、なんとかなるでしょ。いいよ、いいよ。黒いパンプスで。ヒール、ちょっとヒールあったかな。まあ、いいでしょ。足見なくない？まあ、いいや。ベージュの靴。ない。パンプスか、スニーカーみたいな。まあ、いいです。いい。なんとかなる。だって、なんて言ったって、ケンピは可愛いから大丈夫だよ。ケンピは可愛いから、絶対に上の方にしか目がいかないんですよ。でしょ？あ、足元大丈夫だよね。ワンちゃん運動靴でもバレなそう。ペカーって。ケンピは可愛いので、それで。乾かすで。大丈夫。こんな調子でいつも生き延びてきたからね。まあ、ちょっと、足元は考えます。一応、取引先なんで、未来の。え？見下ろすから足まで見られる。そうね、逆にトゲピーとかね、足元ちょっと可愛くしていくか。確かに、足元にさ、なんかトゲピーのアプリケとかつけてって。で、開き直って、あ、足元トゲピーですねって言われたら、よく気がつきましたね。って。もう、ね、全部もう、計算通りみたいな顔して、よく気がつきましたね。みたいな。言えばまあ、あとケンピ可愛いし、なんとかなんじゃない？その場のノリで。
え、入店できない。できないかな。なんか硬いお店っぽいんだよな。まあ、頑張ってきます。はい。これ入るかな。大丈夫か。大丈夫か。私上半身は細いから。あ、それだけです。明日の報告でした。ありがとう。ちょっとこれ人生で初めてこういう服買ったからみんなに見せたかった。ん？スカート地面につきませんか？ S サイズだからどうだろう。これで私148センチがカバーできなかったらさ、生きていけないよね。 S サイズでさえ地面にずっちゃったら私は今後何を履いていけば、何を着ればきっと大丈夫だと思います。あとで着る。あと明日、明日でいいや、寒いから。まあそんな感じでよろしくお願いします。え、下着見えませんよね。いや見えないじゃない、知らんけど。でもいや、みんな知らないかもしれないけどさ、あれですよ、こういう服でみんな来るんだよ。なんか一回呼ばれたね、あ、あれだ、えっちゃん、ボンボン TV のえっちゃんのなんか誕生日会みたいなのに呼ばれた時、みんな女さ、女みんなこういう服着てた。なんかドレスまでいかないけど、なんか華やかな特別な感じのする、まあ、ワンピース。みんな透けてなかったから大丈夫なんだと思う。あの、みんなこういうの着るんだよね。若いなんかインフルエンサーみたいな。ケンピはなんかあれ GRL で買った1000円のスカートで行ったんだけど、なんかみんなこれでみんなこれでケンピは1000円の GRL のスカートで行った。でもお姉さんたちはみんな優しいから、ケンピさん、スカート履いてるの珍しいですね、かわいいって受け入れてくれた。うん、いや私もあんな女たちになりたいもんだ。で、冬、いや冬もこんな感じだよ。お前ら電車見てみろって、電車見てみな、電車の JK をさ舐め回すように見てみなよ、みんな膝出してるで。うん、お前なんかおばあちゃんみたいなイントネーションになっちゃったけど、みんな足を出すんだ。うん。本当に。いや、冬とか関係ない。寒いとかも関係ないの。おしゃれは。らしいよ。うん。ちょ、ケンピは無理だけど。マジ。本当に。超特別な時じゃないと、スカートすら履かない。ジーパンチュキ。え？札幌でも JK は足を出してる。やばいよね。本当に。女の子ってやばいよね。ケンピは一応生物学上、女なんですけど。いつもジーパン好き。ジーパンばっかです。だけど、いや、本当に、整体言っとくと、パーティーとか、そういう場所には、みんな、レースの服で、マジで来る。冬であろうが、夏であろうが。なんだろうね、皮下脂肪なんか。我慢だよ、我慢。なんか、誰かが SNS で言ってバズってた。おしゃれは我慢だって。名言ですよ。バカらしいと思いますけど。我慢して幸せになれるのか、お前は。まあ、だから、どこに重きを置くかじゃない。何を大切にするか。私は寒いの無理なんで、基本はジーパンです。